親中リベラルではダメ。高市早苗氏が決起。現職閣僚では異例の勉強会発足。次期総裁選に向け岩盤保守層の呼び戻しなるか。政界有数の保守政治家である高市早苗経済安全保障相が15日自民党内に勉強会を発足させる。現職閣僚としては異例の動きで、来年秋の総裁選に向けて党内の支持基盤を固める意向とみられる。内閣支持率の急落に直面する岸田文雄政権だが、リベラル・親中色の強まりを嫌気する岩盤保守層の離反が加速したとの観測もある。女性初の宰相としても期待される高市氏の動向が注目を集めそうだ。勉強会の名称は日本の力研究会で、高市氏自身が会長に就く見通しだ。15日に初会合を開き、初回は日本大学危機管理学部教授の小谷健氏からインテリジェンスのレクチャーを受ける。小谷氏は防衛省防衛研究所主任研究官、英国王立統合軍防衛安保問題研究所客員研究員などを歴任したスペシャリストだ。同会は今後月に数回のペースで会合を開く予定というが、狙いはどこにあるのか。ベテラン議員は、岸田政権で自民党は保守層の支持を失った、保守派が一致結束しなければならない危機だと語る。最近の世論調査では自民党支持層の内閣支持率が急落している。中でも法の拙速な法制化や中国が沖縄県尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域 EEZ 内に無断で設置した海洋部位について毅然とした対応を取れない外交姿勢などが岩盤保守層の反発を招いているとされる。中堅議員は、自民党を支えてきた岩盤保守層の支持を取り戻すには保守派の政治家が主導権を取り党をリードする姿を見せるしかない。ポスト岸田が親中リベラルでは二度と保守層の支持は戻ってこないという。高市氏は旗頭というわけだ。その先には次期総裁選もある。2021年の総裁選で安倍晋三元首相は高市氏を推した。岸田首相に敗れたが、高市氏自身は総理総裁に強い意欲を示し続けている。今後ポスト岸田の動きが加速するのか。政治評論家の有馬晴海氏は、岸田首相の次は具体化しておらず、運動としての広がりはない。目的を作って塊を形成するのは重要で、早く手を挙げた高市氏に支持が集まる可能性がある。一方で高市氏は無派閥で直系の親分子分がいない。どれだけ支持が広がるかは不透明だと語った。海洋部位問題で中国の巧妙さ、全く関係のない沖ノ鳥島を岩とつなげてくる危険、 APEC 首脳会議で訴えよ。中国が沖縄県尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域 EEZ 内に無断で設置した海洋部位について国会で議論になっています。1日の参院予算委員会で日本維新の会の東徹氏は、中国に求めても撤去しなかった場合日本独自で撤去すべきだと主張しました。上川陽子外相は、国連海洋法条約には明文規定がないと答弁し、慎重姿勢を示しました。中国の部位は尖閣の北西約80キロにあります。中国は一方的に尖閣の領有権を主張しています。そもそも日中ともに批准する国連海洋法条約では EEZ 内に構造物を設置する場合沿岸国の同意が必要としています。松野博一官房長官は9月19日の記者会見で、国連海洋法条約の関連規定に反する、速やかに外交ルートを通じて中国側に抗議し、部位の即時撤去を求めたと述べましたが、中国は動きません。中国が設置した海上構造物については前例があります。フィリピンは9月末、中国が南シナ海のスカボロー礁に勝手に設置した浮遊障壁を撤去しました。日本の姿勢とは対照的で、なぜフィリピンは動き、日本は動かないのかと批判されています。私も当初、岸田文雄政権の弱腰ゆえかといぶかしんだのですが、関係者を取材すると、中国の巧妙な大手飛車取り戦略が見えてきました。まず、スカボロー礁は中国も領土、領海を主張していますが、
オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所は2016年、中国が主張する主権や管轄権には国際法上の根拠はないと断じました。スカボロー礁について領有権判断はせず、島ではなく岩だとしたのです。それゆえフィリピンは自国領海内だとして浮遊障壁を撤去したわけです。この判断を引用して日本が海洋部位を撤去した場合、中国はどういったカウンターを仕掛けてくるでしょうか。例えばスカボロー礁が岩という判断を流用する以上、沖ノ鳥島、東京都も島ではなく岩だろうと主張してきてもおかしくありません。沖ノ鳥島に関して中国は岩であると主張して40万平方キロにも及ぶ日本の EEZ に疑問を呈しています。我々からすれば尖閣沖の部位と沖ノ鳥島は全く関係のない話ですが、フィリピンの事例をことさらに持ち出すとこれらをつなげてしまう危険性をはらむのです。外相の慎重姿勢も理解できます。かといって何もしなければ中国の主張に沿った既成事実を喧伝されてしまいます。では何ができるのか。まずはそもそも設置すること自体が国際法違反と国際社会に訴えることが必要でしょう。日本は黙っていないという意思を示すのです。折しも APEC アジア太平洋経済協力会議首脳会議のタイミングです。中国側への直談判に加え第三国へのアピールも積極的に行う必要があります。岸田政権に激震、また地方選敗北、岸田首相選挙の顔失格化、政権浮揚策は次々不発、面目潰され、球場に追い打ち、岸田文雄政権が地方選挙で深刻な痛手を受けた。12日に投開票された福島県議選では自民党が単独過半数を割り込み、固い保守地盤とされる東京青梅市長選でも自公推薦の現職候補が大敗を喫したのだ。自民党は先月の宮城県議選でも公明党との合計で過半数割れしている。報道各社の複数の世論調査で内閣支持率が 30% 以下の危険水域に突入する中、岸田首相を選挙の顔として戦うことへの危機感がさらに高まっている。政権浮揚策が次々に不発となる中、岸田首相は過去の税金滞納を認めた神田憲司財務副大臣の進退問題でも結論を先送りして納税者の怒りを買っていた。岸田不信、岸田おろしが加速しかねない状況だ。政権への不信、怒りが突きつけられている。党幹部は焦りを感じていないのか、認識が甘いのではないか。自民党ベテラン議員は険しい表情で語る。週末の地方選挙は厳しい結果が相次いだ。東京青梅市長選では自民公明両党が推薦し参戦を目指した現職の浜中圭一氏が国民民主党都民ファーストの会の推す新人大瀬町利明氏に大差で敗れた。自民党は9月の立川市長選、10月の埼玉県所沢市長選に続く市長選での敗北だ。10月の都議補選立川市選挙区でも自民党候補が落選しており、青梅には今回萩生田光一政調会長ら幹部が続々と現地入りする組織戦を展開したが実らなかった。自公の選挙協力では今年公明党が衆院選の選挙区調整に不満を表明し、一時東京での決別を宣言した。この後遺症を指摘する声もあるが、都の自民党関係者は自公協力は機能した、岸田政権自民党への批判が最大の逆風になったと明言する。同じ12日投開票の福島県議選でも自民党は過半数を割り込む痛恨の敗北となった。9月の岩手県知事選で支援した候補が敗北し、10月の宮城県議選では公明党との合計で過半数割れしていた。ただ与党ベテランはなだれ的に負けないのは野党の足踏みに助けられているからだとも指摘する。福島県議選では野党陣営も立憲民主党の泉健太代表らが駆けつける力の入れようだったが、立憲民主党共産党は1議席ずつ減らすお付き合いだった。世論は自民党だけでなくリベラル野党にも期待していない。前出のベテラン議員と言えるのだ。岸田内閣は経済対策や所得税減税などの政策が不評で手詰まり感が漂う。各世論調査では
支持率が軒並み 30% 以下に下落して発足以来最低を更新している。不祥事の続発も危機的だ。直近でも神田財務副大臣が自身が代表取締役の会社が保有する土地建物の固定資産税を常習的に滞納していたことが明らかになった。第2次岸田再改造内閣は9月に発足したばかりだが、すでに山田太郎文科政務官、柿沢水戸法務副大臣が不祥事で辞任している。適材適所と断言した岸田首相の面目は潰され、窮状に追い打ちをかけている。